皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやっすんです今回のテーマはこちらになります多球練習球出しですね。球出しの練習の効率をさらにアップする練習法っていうのを紹介したいなと思います多球練習自体がたくさんの球を使ってずっと練習し続けることができるミスしてもあの普通だったらラリーで続かなくてもやり続けることができるっていう練習方法なのでも。 そそもそもめちゃくちゃ効率がいいんですがさらに効率を良くしようっていういののが今回のテーマですねで結構卓球練習をやっててよく言われるのが生きた球じゃないから意味ないんじゃないかとかあの質が低いとかまあそのリアルな練習の感覚がなかなか出ないとかですねあのよく言われるんですけどあのまあ言いたい気持ちもすごく分かるんですけど。 ま実際に卓球練習ってすごい効率いいです。でもさらに効率を上げるにはどうしたらいいのかなって考えたときに思いついたのがこれから紹介する練習方法です。で今回二つの練習方法を紹介したいと思います。で特にこれは部員の多い中学校とかあのー、まあ、学校とかですね。 あとはクラブチームとかですごい人数が多い場合とかそういう時にすごい役に立つ方法かなと思いますのでぜひ参考にしてみてください。ののの個目の練練習習がまず基本的なドライブの練習をやってくださでこのドライブの練習下回転の球出しを出してもらってギュンとドライブの練習単純なドライブ練習をするんですが球出しをする側のコートにもう一人選手を配置してください。 でえー、球出し側にいる選手はそのドライブ練習をの球を受けるのでブロック練習がでできるんです、ね、だから球出しの人ドライブ練習をする人ブロック練習をする人っていう感じでドライブとブロックの練習を同時にできるそういうことになります。もちろんそこからラリーをつなげると、まあ、ちょっと違った練習になってしまうのでこっちはもうひたすら下回転をゴンって打つドライブ練習例えばループをキュッてかけるドライブ練習。 で向こうはそういった球を安定して止めるもうこれはブロックする側はもう実際にすごいリアルなドライブを取る練習なのでめちゃくちゃ効率よく2つの練習を一気にできるっていう感じになるんですね。なので人数が多いところですごい効果的だと思います。

でもう一つの練習です、ね、もう一つ紹介したい練習は同じように3人でやるんですけど今度はですね台上処理の練習ストップを出してもらって例えばフリックだったりツッツキだったりそういう練習ですね。 今回はまあ前面にストップを出してもらってサンプルのプレーとして前面にストップを出してもらって私がいろんな台上攻撃やストップの練習とかっていうのをしてる中で相手は逆にそういうレシーブとかで使われる技術をどうやって攻めるのかっていうような練習になるんですね。はい、例えばこっちがフリックの練習をしたら相手はカウンター攻撃の練習ができる。私がいろんなレシーブを 練習として台上の練習をしていたら相手はそういった台上の細かい技術に対しての反応する練習になるそういう感じですごい実践に近い練習ができる。 多球練習でもより実践に近い形でできるのがこの3人でやる練習かなと思います。ぜひですねあの多球練習すごい効率が良くてこういった練習だと選手同士でも取り組みやすいのも特徴かなと思いますのでぜひやってみてください。ありがとうございました。 Obrigada.